侍、お頼みしたいことだ。どうした？私はしがない薬師で八重の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか？病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならば、すぐに立つ。広がる前に食い止めねば。感謝します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く荷物をよこし。そんなものはない。さ、気を行けば宿がある。休むと。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。人もたやすく人を切るとは。賊が相手といえども、堂々たる態度で丁重に頼めば。おそらくあのような連中にも通じると思うか？いえ、しかし太刀を振る前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。生粋の薬師だな。何を食った？食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの理由だ。カゴは空だ。
生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛く、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。
ちらです。半魚はあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。すべては民を守るためだと、太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど。失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。私がもっと早く来てくれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、半夏さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。